Peace. Yeah.
ひよりちゃん、綾瀬ももなちゃん、吉野まりちゃん、そして瀬戸美月です。よろしくお願いします。お願いします。はい、お知らせお願いします。はい、私たちはですね、ただいまアレアガールズとして活躍しているんですけれども、普段の姿はですね、仮面女子候補生としても活躍しておりまして、秋葉原駅から歩いて徒歩数分のところにある仮面女子カフェという常設劇場にて365日毎日ライブを行っています。ただいまその館のパセラ1階にて吉野まりの生誕祭盛り上げグッズを発売中ですので、皆さんご協力よろしくお願いします。明日までです。明日までだ。テーマはですね、はい、あの生誕祭が6月22日にあるんですけれども、はいはいはい、例年通り今年で3年目なんですけど、萌えキュンロックパーティー3となってます。これは進化系ってことですか、今までより。そうですよ、あの毎年毎年ギターをね、はい、生誕祭では弾かせてもらってるんですけど、はいはいはい、今年もちょっといろいろね練習中。おお、一部公演、皆さん6月22日開けておいてくださいね。待ってます。お願いします。はい、そしてですね、はい、あのマリ
ちゃんも言っていただいた通り、仮面女子候補生としてあの各週の金曜日ここでドリームアイドリアというイベントに出演させてもらっています。皆さんぜひ遊びに来てくださ い。そのドリームアイドリアが4周年を迎えました。イエーイ。はい、そしてですね、そのドリームアイドリア4周年のスペシャルイベントがこちらの立川アレアレア2、3階ラーメンスケアにて行われます。6月23日に去年はですね、スチームガールズさんが来てくださったんですけども、今年はなんとあのユニットさんが来てくださるんです。皆さんまだ詳細はお楽しみにお待ちください。6月23日ここで会いましょう。会いましょう。楽しみですね。ですね、うん、楽しみです。去年めちゃくちゃ盛り上がって、本当端から端まで、すごい、すごいいっぱいの人がね、そう、今日もね、立川一帯おかげさまでね、いつもは普段ね、月曜日しかあれやガールズやらないんですけど、そう、今日はね、土曜日に5公演や、そう、すごいよ。今回ラストですよ。そうなんですよ、これで最後5公演やった最後の回ということでですね、そうですよ、まあ、早いですね、1日中の早い、ね、初参加のももなちゃんとかどうだった？私とかサリーはね、ね、そうですね、そうか、2回目なんか本当に1日があっという間すぎて、ね、これが5回目って思えない、ね、本当にそれですわ。ほんまに、ほんまに雑だな、久しぶりまして、ほんまにそれですわ。外でやる機会もなかなかないですしね、気持ちいいよね、やっぱやばい、やばい、楽しかった、今日朝から本当に夜までずっとね、そう、しかもほら、あの雨予報やったけど晴れましたからね。そう、晴れ女なんだって。晴れ女なんだ。あのね、こう、うん、あのアレアガールズがね、立ってステージに立てない時は曇ってたんですよ。そう、出たら晴れたんです。うわー、わかるわかる。そう、晴れ女やからね。強い強い。そう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 、さすがです。さすがね。でもなんか相当楽しかったんですけど、私はやっぱここがすごいなんかホームな感じがして、ね、めっちゃありやすくなんかすごい楽しくできるから、やっぱここ好きです。好きです、ね、ここです。いつもありがとうございます。はい、それではですね、アレアガールズまだあと3曲ありますので、皆さん最後まで盛り上がっていきましょう。イエーイ。はい、それでは聴いてください、未来の光。さあ、ついに一体音楽祭りもラスト公演となりました。最後までたくさん盛り上がっていきましょう。
ん夏だね。夏だね、夏だね。前回こうしたイベントをシャイネットさん。あー、やめた。Yeah.
ありがとうございます。ありがとうございます。お知らせお願いします。はい、私たちは全員ツイッターをやっております。漢字4文字で仮面女子、またはカタカナでアレアガールズとつぶやいていただきますと、ここにいる全員で遊びに行っちゃいます。行っちゃいます。はい、立川一帯音楽祭り、一日盛り上がってくださりありがとうございました。以上、私たちアレアガールズでした。ありがとうございました。やっぱアレアガールズ、落ち込みそう。